そしたら今回は、塩水の干物用の塩水の作り方ですね、そちらの方を説明させていただきたいと思います。まあ、こんな感じでちょっと深いめの魚全部入るようなやつに、普通の水道水でいいんで、塩水、浸るぐらいですね、入れてもらって、これぐらい、これぐらいかな。入れてもらって、あとは塩。塩を、まあ、この塩をただ、ちょっとお店にあったんで使ってますけど、お家にある何でも塩いいんで、それをこっちの方にドカドカっと。濃さなんですけども、海水よりちょっと濃いぐらい、どれぐらいよって思うと思うんですけども、指で舐めてみて、しょっぱいようじゃなくて、ちょっと苦いよって思うぐらいが、ちょうどいい塩水の濃度になります。なんでわざわざ塩振らんと塩水つけるのって思ってる人いてると思いますけども、塩水につけた方が塩だったらどうしてもムラ出るんで、塩水につけると、全体、魚全体が均一に塩水使ってくれるんで、一番いい方法になると思います。はい、こんな感じですね。ちょっと薄いんで、もうちょっとだけ。はい。入れていきます。ここにしっかりと、ちょっともし粒残ってたら混ぜてあげて。はい、そしたらこうなったら、もうこれで漬け込み用の塩水の完成になります。はい、こちらさっき、さばいた鉄ですね。こちらの方をつけていきます。これでもまあちょっと塩水多かったぐらいなんですけども、2つつけて、次目一台開いた状態をもう一回つけていきます。はい、ほんで触ったらちょっと分かりにくいと思うんですけど、触った時に魚がぬるぬる、塩水にちゃんとしっかり使ってたら魚がぬるぬるしてるんで、これがちゃんと使ってる証拠なんで、あとはこの状態のまま30分から1時間、最低でも30分つけてもらったら完成となります。はい、今回はこちらの紹介になります。以上です。